沖縄のファンの皆さん、今日のヒーローは7回無失点の好投を見せました東浜投手です。ありがとうございます。今日は勝ち星こそつきませんでしたけれども、3年ぶりのこのふるさとの登板で素晴らしいピッチングでした。振り返ってどうでしょうか。はい、前回沖縄で投げた時は、いい勝負を見せられなかったので、今日何としても、いい試合を、見せたいという思いで、マウンドに上がってました。ノーヒットノーランの次の登板ということで、また相手も同じ西武でした。今日どんな意識で入りましたか。いや、初回ちょっと緊張してしまって、なかなか投げづらかったんですけど、まあ、でもああいうふうにヒットを打たれてね、そこで割り切ることができたので、逆にそこで吹っ切れて、今日投げることができました。それから今日も相手がですね、後輩の与座投手ということで、その与座投手がですね、力のこもった投球を見せる中で刺激を受ける部分というのはあったんでしょうか。いや、本当にナイスピッチングで、今日個人的には、完敗でした。本当に与座もね、ナイスピッチングだったと思いますし、試合にはね、うちが勝ちましたけど、本当にナイスピッチングだったと思います。はい、それから今日は西武の4番の山川選手との対戦もですね、場内非常に大きな拍手が上がっていました。対戦振り返ってどうでしたか。いや、本当に、いいバッターなので、一球一球、しっかりと力を込めて、投げましたし、その中で、真剣勝負を皆さんの前で、見せることができてよかったと思います。今日は両チーム合わせて4人の沖縄出身選手が出場しました。で、今日出場しなかった選手も、そして他球団にも今沖縄出身の選手の活躍が本当に光っていますけれども、その一人としてどう感じていますか。いや、本当に頼もしい、限りですし、その先頭をね、しっかり走っていけるように、僕も、刺激をもらいながら、毎日頑張れている一つの原動力にもなっているので、それ以上にね、沖縄県民の皆さんに、いいプレーが届けられるように、まあ、僕だけじゃなく、全員そういう思いで、グラウンドに立っていると思うので、まだまだこれから頑張っていきたいと思います。改めて今日は、沖縄らしいこう応援の、まあ、声は出せませんけれども、応援の中での投球でした。楽しみましたか今日は。いや、ビジターなんですけど、マウンドに上がるときとか、僕の名前がコールされたときとか、本当大きい拍手だったり、まあ、声援で応援してくださって、それが本当に僕としてもすごい後押しというか背中を押してもらいましたし、改めて、まあ、沖縄っていいところだなと今日感じました。では最後に今後の意気込みも含めまして、今日集まってくれた沖縄のファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、本当にまだシーズンは序盤で、ここからどんどん、厳しい試合も続いていきますけど、皆さんにいい報告ができるように、頑張っていきたいと思いますので、明日も試合があるので、球場に足を運んで応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。7回無失点の好投を見せました東浜投手でした。まあ、前回のその2019年のね、時の対戦の思いの悔しい思いがやっぱりね、今日につながっていい気迫になってましたね。そうですね。まあ、さらに前回のノーノーからさらに今回というところで、この、まあ、チームをやっぱり投手陣に引っ張っていく力としてはさすがのピッチングを見せましたね。そうですね。まあね、初回こそこうヒット2本ね、はい、上げて、まあ、ピンチを作ったんですけど、その後はね、そんなにこう、まあ、7回ぐらいまではね、もう完璧に抑えたんでね、まあ、本当ナイスピッチングですよね。そして投げ合った、ね、後輩の与座に対してのあのエール。そうですね。スポーツマンシップを見ましたね、この東浜の。まあね、2人とも、まあ、船舶の役目もちろん果たしましたし、はい、もう本当に今年